人生初買うんで。え、うん、外カリ中は餅食リポって難しくて、いや普通に美味しくてマジで美味しいし甘いです。はい、カラホリら辺に今来てるんですけど、この辺はまあおしゃれなお店とかね、マンションとか住むとこもあるみたいなんですけども、今回伺うのがこちら、ギャラリーとカフェてん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 みたいな。なんでわざわざここにてん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 ってつけてんやん。抽選手ぬぐい虹裏、喫茶店なのかな、喫茶店ちょっと見えへんけど、まあちょっと聞いてみましょう。すいません、いらっしゃいませ。ここはカフェですよね。カフェです。ギャラリーとカフェ、コココです。ココココっていう名前です。てんてんてんじゃない、てんてんてんじゃないです、コココなんです。ココよく見たらこうって書いてある。てんてんてんかと思っとった。皆さんに言われます。ギャラリーを併設したギャラリーとカフェココ、ハンドドリップのコーヒーと自家製の焼き菓子が楽しめます。堺発祥の手ぬぐいブランド虹裏とのコラボショップとしても注目を集めるお店。なんかでも可愛い色合いが可愛いです ね、 そうですね、デザインも素敵なのが、ね、紫色が好きなんです。そうなんですね。勝負日は紫色のパンツを履くようにみんな赤色履くでしょ。でもな、あの江原さんに聞いたら紫が一番高貴って言ってたから、ね、赤は情熱やけど、情熱にさらに気品が加わるっていうので、今日は紫履いてます。あとはうちのお店のかわいいな、これメニューが載ってるやん、デザインされた、かわいい、こんなかわいかったら付近として使われへんな。そうですね。これメニューってことは一番一押しどれですか、この中で。カヌレですね。カヌレ、カヌレって何。カヌレってお菓子、焼き菓子です。焼き菓子、フランスの焼き菓子です。プリンみたいになってるけど上が焼けてるやつ、違うか、ちょっとそれブリュレかな。ブリュレ。お飲み物とかのメニューをね、ちょっと見させてもらってもいいですか。そうですね、はい、こちらになります。いい、何が一番みんな頼まれます。コーヒーが多いですかね。多いですかね。ジュースも自家製で作ってるものとかもございます。え、自家製がいいな。それやったらホットジンジャー、芯からポカポカになりたいときはこれ、あの蜂蜜と生姜をお店で炊いて作ってるので、めっちゃいいや、はい、それがいい。そしたらどちらにしますか。蜂蜜とジンジャーが大好きなんで。あ、そうなんですね、うん、ポカポカしたいし、はい、蜂蜜で3日間じっくり煮込んだ生姜に熱々のお湯を注ぎます。体の芯から温まると評判の冬の人気メニューだそう。うわ、いい香り、懐かしいな。子供の時ね、風邪ひいたらお母さんが今度出してくれよったから。いただきます。うわ、3日間やってるその意味がわかる。あ、まあですか、ありがとうございます。いわゆる生姜湯なんかと全然違うもの、ほんまに生姜がもう喉の奥までずっと入ってくる感じするから、もうお薬みたいなもんよ多分。店長さん、お店これ始める前は何されてた方なんですか。はい、私ね、実はね、書道家なんです。え、アーティストじゃないですか。、はい、一番得意な字は何ですか。一番得意な字ですか、何でしょう。でもひらがなののは難しいです。そうか、ねじれるから筆が。そうです、こうねじって返してくるんです。脳が書けたら全部書けるって言われてるぐらい。ブはブ、ブ、あ、ふに点々ですね。そう、ふも難しいです。難しいでしょ。はい、小学校の頃のランドセルをこの間実家で見つけたんやけども、ランドセルの名前ひらがなで書いてたからさ、小腹ブラスってひらがなで書いてんのが
なんか素敵やなって我ながら思って、カタカナの人やのにひらがなであえて書いてある。だからなんかサイン書くときひらがなにするようになって、そう、ね、そう。カヌレってやつも、はい、ね、ちょっと欲しくてね、はい、え、これがカヌレ？お待たせ。どういうこと？これどこ？ここの部分皿ってことか。あ、そうです。これが白い部分。え、そうです。なるほどね。何かと思ったんです。え、すごい皿じゃないですか、これ。そうなんです。オリジナルのお皿を陶芸作家さんに焼いていただいて。カヌレは、はい、作られたんですか。はい、そうです。買ってきたやつじゃないんですか。かなりあの試行錯誤いろいろしまして、あの銅の方で焼かせていただいてます。銅の方、普通のカヌレとなんか違うとかあるんですか、このお店の。そうですね、もういかに外をカリッと焼き上げるかということにやっぱり一番こだわっております。はい、緊張するな。初人生初カヌレ。いただきます。え、うん、中もっちもち、外カリ、中はもち、え、めっちゃ美味しいです。どういう味？甘い。食リポって難しくて、いや普通に美味しくて、マジで美味しいし、外カリやし、中もちやし、甘いです。フランスっておしゃれやもんね。マヌレだっけ？カヌレです。宮原さん、まあ、店長の作品見たことあります？まあ、書道っていうのも私もそんなにね、わからないですけれども、それをアレンジした作品、芸術的な感じで。なんかないんですか、写真かなんか。書道かどうか分かんないような作品ですけど。え？字は私が書いてます。あ、なるほど、無って書いてんねや。これ無です。無、え、どういうこと？はじめに普通に半紙に無ないっていう字を書いて、はい、でその上に薄い紙を載せたら輪郭だけなぞるんですね。へー。その輪郭なぞった中に模様を書いてます。めっちゃ細かい。へー、おしゃれ。これなんて書いてるんですか、ここ？理法です。あの書道の名前、画号っていう理法。おしゃれ。あ、なしもあればありもあるんですね。うむうむですね。うむですね。うむです。これは素敵や。あ、ほんまですか。うん、思っとったんと違うけど、でも思っとったよりすごい。ほんまですか。ありがとうございます。納得。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。ロシア生まれだけども関西弁を操ると。関西弁でなんか得したことってあります？大体のことは得してますよ。だっておもろいこと言わんでもこの顔でそれで喋っとったら全部得するもん。そうやん、テレビ出てるのもそういう。これで私がね、なんか関西弁じゃなかったらもしかしたら出させてもらってないかもしれん。てか、どんなアダウトな質問に関西弁で得したことはありますかって。ほんま。僕そう、逆にね、使うから外国人も。小さいね、居酒屋とか行ったらもう箸とか下の方持ってなんか豆とか掴めへんふりすんねん。箸とか使えへんふりすんねん。そしたらなんか奢ってくれたりすんねん。あとうちに新聞の営業とか来たらマジで日本語わからんくなんで一切何もわからへんくなる。そこら辺使い分けてるから得してると思う。